今日はマルコの11章のところですね、まあ、これは本当は20節からあるんですけれども、今日は特に24、25のところを見ていただきたいと思います一応20節からさらっと見ていきますね。えー、朝早く、通りかかりに見ると1群の木は枯れてい、いちの木は根まで枯れていたと。まあ、朝早くということは、エス様朝早く動いておられたんですね。いちごの木は根まで枯れていた。これはどういうことかというと、そのすぐ、まあえー、っと直前にあります12節のところで、 イエス様がベタに行った時に空腹を覚えられますそしたら13節歯の茂った一軸の木が遠くに見えたのでそれに何があるかあ,あるいはしないかと見に行かれたがそこに来ると歯の他は何もないのにくずがれたとまチ、あ、ジのなる季節はなかったからですね、まあ、だから葉しかなかったまだ実がなる季節はなかったところでエス様はその時にその木に向かって言われた今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにイエスはこれを聞いていたといそれを聞いていたので もうその木が枯れていたということは、もう実がならなくなってしまったということですけども、それでびっくりしたわけですね。で、それでペテロを思い出して、エスに行った、先生、ごらんなさい、あなたの呪われた一軸の木が枯れました。まあ、実がならないように言ってたんですけども、まあそれは呪われたと言われたわけですね。実がならなくなるのは呪われることなんですね。で、これ、あまりにも一軸の木がかわいそうじゃないかって人がいるんですね。実がなる季節はないから、実はできないよって。それはですね、うんと砕いていますよ。一軸の勝手でしょってことですね。 イエス様が言われるときにイエス様が言われることに対応するんですね一軸中心世界は回ってないんです私たち中心世界は回ってないんです死が言われるときが時なんですちょっと待ってくださいこれを言ってからあれを言ってからっていう人は弟子にはなれません死が言われたときが死のときなんですそのときに対応するんですねこれが弟子の道なんですねえっとこれはちょっと謙信者向けのメッセージになりますけどね だからここは今日は話せなかだったんですけど、まあ一では話し。ですからね、これは大事だから、ペトロはね、言いましたよって、そのニュアンスの中で、今日の話、実はあるんですよ。神を信じなさいって。だから、これはどういうことかって、ここは直接言えばですね、なってなかったのに、もうならないよってならなくなっちゃったって、人間的にはマイナスに見える。でも、神様がおっしゃったらそうなってしまいますよっていう、そこから神を信じなさいって。でも逆に、神が祝福されたら祝福されるし、祝がされたらそうなるんですよっていうことがあって、 神を信じなさい。で、誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって山は絶対動かないものです。いつも言うようにね、動かざることを山のごとしという、決して動かない山がその山に向かって、動いて海に入れと言って、声に出して言って、この中で疑わず、ただ自分の言ったとおりになると信じるならそのとおりになりますってことなんです、ね、でところはですね、言うまではできるんですけども、山に向かって動いて入る。この中で疑わないで信じることはできるか。 絶対不可能の山に向かって動けって言って動くとあのもう疑わない確実にこれで動くでそうなると信じることができるかというと普通はできませんほとんどの場合はできませんでもできることがあるんですねどういうことだったらねそれはね神様の言葉が与えられた時あるいははっきりれだと分かった時その時にはね動くってね 正論の,の助けなどで疑わないで信じきることはできる、はっきり言葉が特別に語れた時、ね、あのそれもあるんですね、例えばさっきのミキさんのだったら、ですね,ね必死になって祈ってたんですね、そしたら虹が出た時に、あ神様、思い出してくださる、治るっていう、そこであの信仰が生まれたわけですね、この時に神様の、まあまあ、言葉じゃないけど、サインですね、その虹を通して神の言葉を思い出して、そしてその言葉が入ってきたわけですね。 ですねであのと告白しても疑ってたり言ったとりになると信じようになってくる普通無理なんですでも聖霊が望まれたらそれが起こるその生理が望むときっていうの言葉が与えるときそれはいろんな方法を通してね御言葉を通して与えたり予言通して与えたり説教で語えたりあるいはさっき何かを説の中で神からのことを発揮語らたりつまり見こと分かったらそこに立てるんですね,ねあのー 私です、ね、その荒井浩一はですは、ね、癒しの賜物だと思うんですけども遠方の方がね逆あの言ってました、えっと、海外で人ですね子供が大変な状況になっておじさんに行ってもダメだめだと言われてそれで電話をしてきた荒井先生に乗ってもらったらその祈りの言葉を聞いていの一緒に祈ってる人にその祈りの言葉を聞きながら御言葉を用いてありますからね御言葉を聞きながらなんかすごい批判がやってきてあ大丈夫と思ったんですってあもう大丈夫だってなんかすごくそしたらその後ね その子治っちゃうんですよまさにここですね。あ大丈夫って思えるってことは。わかりますそうなんです、ね、で、そのことを踏まえて、もうちょっとそれを詳しく言ってるのが次です。24節今日はこの十四節祈りのことをお伝えしたいんです。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも、すり抜けたとしなさいそうすればその通りになりますと。でこれはあの、祈りの原点はいつも言うように、求めなさい。そうすれば与えられますが、祈りの原点。覚えてますかどこに書いてあるか。 日本人は言いませんね。<laughs> マタイ7章7節ルカ11章9節ね。いつもいつも言いますけど、マタイ7七、ルカ119番ね。求めなさい、そうすれば与られます、ね。これはあの緊急ダイヤルですね、クリスチャンのね。ねで、そうなんです、まずね。ねあのこの前、パウロさん面白くと言いましたね、正解で。神様助けって,っていうニュアルが聞かれる言ってましたけどね。そうなんですね。求めるとこだよ。これは原点な原点ね。それとともに、これは原点であり入門なんですけども、 今度、成熟と奇跡をあふれるほど見ていく祈りってのはここなんですよ。枯れ際の信仰を持ちるようなんですね。つまり、祈って求めたときに、受けたと信じる信仰なんですね。受けたと信じるとき、ね、そうなると書いてある。だから受けると信じなくて、きっとそうなると信じなくて、もう、もう、あそうなった。これから受けないもう受けたと信じる。例えば、癒しを求めたら、癒されるんじゃなくて、癒されたと信じるんです。わかりますかね何かを求めて、まさに境内、分かりやすぎて境,境内を求めたのは、 境内がこれから与えられるって、もう与えられたとして、ね、今なくてもあのうちの四女はですね、そのお役、まあ、に書いてるから、75万の、電気だけで75万の学費をね、あの払わなきゃいけなくて、あのー、どんなに計算しても20万しかできないと、ね、だけども、神様からこと、ね、本当にこうなら与えられたから、見頃かどうかの確認を求めたら、来なさいって、ね、ヤングラフィーで語えて、来なさいって語らえ,えたこの言葉が与えた瞬間、あ って分かった瞬間あ大丈夫と思ってそし,たらあそしたら神様が三っなんだからもう与えられると信じて先に7万5千円献金したんですね仕送りゼロですからね奨 <laughs> 学金とアルバイトできてますからね7万5千円がどれほど大きいかっていうのは,これはすごいんですねでもね受けたと信じたんですこれはねあの、えっと、思い込みとか口だけじゃないんです受けたと信じただけはやってないでしょ そしたら、その12月11日、すみません、そだけど、その12月11だった2日だったら、その,その日に、あ,あ、12日か、その日に満ちたんです。そして、きれいに降り込んだんですよね。細かいことはもう言いません。何かというとね、言葉が来ると、確信が持ってるんですね。で、この、いつもこの、何でもって書いてあるのは、本当に何でもなんですけど、大前提、見心なら。いつも日本人は見心ならというと、狭い範囲しか考えない、どうせ見心じゃないでしょという人が多いから、そんなこと言わないで。 はっきり三幌じゃないって言われるまでもっと神様に厚かましく大胆に言ってみましょうそこをなんとかっていつも三度まではいいんです三度までは交渉してください三、ね、度だめだって言われたらはいって言ってください、ね、それからあのたたこねてね最近はほとんど見なくなったけど昔の子供みたいにね道路でバタバタ叩いてね買ってこなきゃ嫌だってそういうこと言わないで三幌が一番なの分かってるんですけども三幌じゃないんですかそこをなんとかお願いしますってへりくだって頼んでみてください あ,のあそこで頼んでるでしょう、えっと、ソドモをあれするときに、50人いたら、45人、40人、30人、20人、最後の一声10人って、なんであそこで最後まで、もっと大きく叫なかったんでしょうね、10人もいなかったんですね、で滅ぼされちゃいますけど、あれ、油、交渉してるんですよ、そ、ね、したら応じてるでしょう。だから神様にね,あの、まあ、ねで もちろん御心だったらで,で、見心じゃなかったらだめですよ、やっぱりそれは。そんで心じゃないこと来たら、帰って不幸になるからね。でも、御心だったら神様はあの、受けたと信じていいの、ね。祈って求めて。だから、祈ったときに御心だと確認できたらもういいわけですよ。あれ、言葉が来たら、あ、見心だと確認できるそしたら受けたと信じていい、ね、あの。何度も話します。秋元牧師がベニヤミンの時にねに、言葉があるから、えっと、必ず駅になるから、治らないで栄光を表すか。 治っていずれにしても必ず神へ行こうと言てくださると信じた。これはもう一般のね、す、え、べ、っと、てのことは生きになって書いてあるからそうなんですね。でも父親だから当然治ってほしいから治,って治してくださいって求めたら治すって言葉が来た。言葉が来た段階で治ったと告白し始めたんですね。わかりますよね受けたと信じたんです、ね。ただ面白いこと言ってましたよね。毎週日曜日告白して当時、鉄道学園って高いところでやってましたから。その 5 6段階段を登らなきゃいけないその階段を降りるときに登らなかったらどうするんだって毎週不安が来たってサタンのねそうだこと祈ったら私は語ってないかって,ってまた語ったってねだから惑わしとか戦いは来るんですだけど言葉が来たらそこに立てるでその見心だと分かったら言葉が来たらもう確実に見心だその言葉の立ってそして受けたと信じるでその時奇跡が現れてくるもちろんすぐ現れる場合とある期間試されることがある さっきのベリックに言えば、えっと、すぐには治らなかったからね、見える形では。でパウロコ氏も今もう、ね、治ってるんですけど、症状がとかって言い続けてますよね。<laughs> ね、あ何かというと、どっかでね、それを見るんでしょうけど、お互いね。受けたと信じる。見っころだと確認できたら、ここ大事なんですよ。見っころだと確認できないのに、単なる希望で、自分の願いで告白してるわけじゃない。受けたと信じられるんじゃない。見っころだと確認でき、言葉が与えられたら、町を見っころだから。 受けたと信じられるんですありますあかね単なる自分の願いや希望じゃなくてあ確かに聖書から見て見心だあるいは言葉が来たから確実に見心だと確認ができたら見心だと信じて告白するあるいは受けたと信じてその受けたところに立って行動し始めるということは見心だと確認するために神と交わってないといけないんですよ多くの人は告白するけど揺らぐのは揺らぐんですよでも その度ごとに戻ればいいんです。あでも神が語ってくださった、あの時確認がきたって、そこに戻ればいいけど、それを持ってないと戻れない、さっきり見これだという確認が必要なんですよ、これねここはすごく大事ですよね。で、でそしたら、もう受けたと信じていくわけですね。で先週ね、えっと、コメラ紀明君だったっけな、リーダーの子、大礼拝で明かしてくださったんですね。なんか左手だったったけ、えっと 人差し指だったっけ中指だったっけ人差し指だっけ、ね、がすごく痛みだしたとね。それ、ね、で,でどうしても痛いから、あのー、お医者さんに行ったら原因がわからないということでレントゲンを取ってもわからないということでいろいろやったと。ね、で指の痛みで財布の痛みを心配してとか言ってね言ってましたけども、ね、そして結局わからなかったからって言ってもうすごい厳重な,なんかねこうあなんかこうこうくるくる巻いてくれてやったと。やっぱり痛かったと。 でみんなに胸のところに治らなかったら癒しのたわものかなんかの人が来て授業してくださって終わった後にお祈りしてくださいって頼んだそしたら祈ってくれたんだけどそれがもう簡単に手を置いて一言祈って簡単に祈ってくれたでも正直思ったともうちょっと真剣にねこうちょっと心込めてね神様 <laughs> こう祈ってほしかったわけですよ、ね、でころが淡々とこう一言様どうぞ治してくださいってこう祈ったとそしたらすぐその後ねじゃもう治ったから取ってごらんって言われたと 彼,彼は言ってましたよね、えっと思ってね、いや、そんな取ったらまた、取ったらこれ、巻くの大変なのに、もう一遍巻かなきゃいけないじゃないかと思った、つまり治ってないと思って、まあ、痛いから今、ねね、でも先生は、とにかく取ってみなさいと言われた先生は治ったと信じてたんです。おそらくね、胃の中である確認が来たんだと思います。確認が来たから言ったんですね。人の気合が治すんではありません。 大声が直すのでもありません。キリストの皆が直すんです。大声で言ってるから権威持って言ってるとは限りません。小さい声だから権威がないと分かりません。本当にキリストの皆の権威を用いる人は、静かでも権威がありますね。あの井上哲通、えー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 、だったかな、あのー、赤坂教会の牧師ね、あの人、私に乗ってもらったこありますけどね、手を置いてね、あのなんかね、 言言葉を言うんですね。私は主婦、あなたを増やすのである、血なる神様が来るふりしたからね、堂々この青年を、わしわかったからね、お癒やしください、イ安さんって言います、あめんそれだけしかね、<laughs> <laughs> それでね、治るんですね、おいしいですね。で、あの受けあるものを受け取ったら大丈夫、でこの人は言ったの、そして彼は取ったわけですよ。でな直しまた、治すこの、まくの大変なのにと思ったよど本人言ってましたよね。そしたら 取ってしまったら痛くなかったんですよ。受けたと信じて外したら痛くなかったんですよ。大事なところなんですこれ。ただ繰り返しますよ。確認が来てないのに、見言葉から確認が来てる。あ大丈夫これ治,るっ,て治ったって。あるいはこ個人的に言葉が来て確信がある。確かに治ったっ。って言うならいいけど、真似しようって。 真似すするだけでではダメなのです神様からの確かな確認と確信が必要なのです。確かに神の言葉が与えられる。これは聖書から見て見頃だという確認が来たら受けたとたたえばいいのです。分かりますかここなんですね。そしたらその時に受け取とたった時に神様がそれを表してくださるんですね。その確認と確信というのはですね、死との生きたマジャリがあるわけです。別に 必ずしも長く,長くてもいいんですけど、普段から深くきちっとマークときちっと深く交わっていれば短くてもさっとくるんですけど、特別なめぐのときにさっとくることはありますが、特別なめぐりばかりは狙わないでください。いつもいつも死ときちっと交わっていると深くさっとくることもあります。ある場合には戦わないといけません。大預言者エレミアは、御、ね、心を教えてくださいって聞かれたときに、エレミア42章、43章で10日かかるんですよ。大預言者エレミアが、 そうかかて神の心を確認する、まあ、それなのにね、聞いた人たちは従わなかったから、裁かれてしまいますけども、わかりますか、皆さん。もちろん、すぐ来ることはあるんですよ、すぐ来ることある。だけど、そこなんですね。さあ、それでね、ここまではよく言われるんでね、祈りの状況ですよ、これね、受け取って信じる。で、皆さん、ここに立っていきましょう、かられさへの信仰を用いて、バンバン奇跡をこれからお互い見ていきたいと思いますね。ただね、ここで何を書いてあるか、その後に。だからあなた方に言うのです。 あなた方って書いてありますよね。弟子たちに。あなた方。これはどうもクリスチャンに向けて言ってますね。祈って求めるもの、あ、ごめんなさい。えー、あまた立って祈ってるときに、ごめんなさい。そのあ、ね、あなた方の続きで、また立って祈ってるときに、誰かに対して恨み事があったら許してはいなさい。そうすれば、天におられるあなた方の血もあなた方の血も許してください。と書いてある。突然祈りの後にこの話が出てくるのは、えっと、立って祈ってるときは、祈ってるときに恨み事があったら許してはいなさいっていうのは、その、 祈ってもでも何でも受けたと信じようって言うんだけど、確かにそうなんだけど、恨み事があったら許せやらないと、そしたら許してくれますってこと書いてあるってことは、誰かを恨みながら受けたと信じてやっても、その祈りは通らないんです。どうしたかわかりますか。私たちは本来、祈りが聞かれるわけないんです。祈る資格さえないんです。覚えてますかお互い、知なる神に祈る資格なんてないんです。罪人の私たちに。 神のまでに出ることさえできないのです。聖なるお方、義なるお方の前に出る資格なんか何にもないんです。全くないんです。誰一人ふさわしなんていないんです。ところが、イエス・キリストの十字架があるので、この十字架によって完全に許されたので、全く一度も罪を犯しないものとしていただけたので、悔い改めて死にたとき。だから私たちは神様のことして、一度も罪を犯しないように、大胆に求められるんです。 御心の確認でできるんですねでもところが私たちが許さなかったら誰かを許さないってのは罪ですから、イエス様から本当の意思でたよのな人を許さなかったら罪ですから、罪があると通らなくなるんです。許されてるんですよ。許されてるんですけど、許さないでいたらその罪を握ってることになるから祈りは通らなくなるんです。分かりますかということを。 だから祈りのところにいつもなぜか知らないけど許しがすぐそばについてるんです。祈りのことを書いてあるその伝語一、日を見てください。必ず祈りが許しってことが出てくるから。この時もすぐですよ。受けたという信仰、枯らし台の信仰、もう祈りの状況を隠してた語弊があるけど、本当にその奇跡を見る祈り、ね、もう許されてるんですよ、私たちは。ところが私、許さなかったら、せっかく許されてるのに、その許しを自分で止めてしまう。 だから許しなさいって書いてある。私たち罪人で、罪とで罪人の特徴はこだわるんです。自分に、自分の義に、自分のやり方に、自分の方法に、自分の考えに、自分の経験に、自分が正しいと思うことに。でもしそれにこだわれるなら、一番こだわれたのはイエス・キリストです。 彼は100%正しかった。完全に義なる聖なる方だった。でも彼はそれを全部捨てて、私たちの罪を引き受けて、死に必要なかった方は死んでくださったんです。どうしてか愛してたからです。多くの人が愛、愛って語りながら、愛って語りながら、相手はおかしいって責めてるんです。そんな人に愛を語る資格なんかないありますか 許さないでで愛を語ることできない許さないい許さってことは許せないことがあるからなんです。その許せないことを許すのが愛なんです。愛の始まり、一番最初の一本目なんです。そしてそれをすると十字架の力がドドーンって流れるクリスチャンでありもかかわらず十分に神の祝福を受けてない人許してないんです。ある方、そんなことない,許し許してな,いないよって言うけど、忘れるぐらい。 もうあある人に対ししててて許せなくてそしてあれなくそれんですねで神様思い起こしてくださるんです、本気で神に従い始めると、同じようなタイプが来たら、いろんな人ができたりして。これは、ね、許せないんですよね。どうすればいいんでしょう。1つは祈ることですね。許せないことを認めます。でもこれは罪ですから許してくださいって。許せないことを認めて、悔や改めて、神様に許しの力を求めて、許しを宣言する。これが一つつもう一つは 神様の語ってくる言葉に従う、その許せない人に対して。いつもはねトマ,ストマス・ムーティの話をするんですけど、今日はね、えっと、別の人の話をする。氷点文かと思ったんだけど、もしかしたら違うかもしれない。あのー、ポーランド人でねユダヤ人を助けた、いっぱいいたから当時ね。ユダヤ人を助ける人がいたの。あ,のあ,のあれの時、ねえっとなんだっね、ナチスの時に、ね。ポーランド侵攻して、ポーランド人でユダヤ人をかばった人がいたの。その結果、ポーランド人なのにユダヤ人をかばった結果、 えー、ド,ドイツのギョシュタボって言うんだっけドイツがやってきてナチスがやってきてそして、えー、っと家族が殺されたこれで僕は捕まったはずだからちょっと違うかもしれないね殺されたででででその子は幼い子供だったから隠れてたら彼女だけ助かったでも家族みんな皆殺しにされた蹂躙されてねでその時にそれを隠れて見てたのがその子供だったでその時のドイツ兵の顔とか覚えてるんですね で自分助かったその後逃げて、そして、まあ、クリスチャン、もともとクリスチャンホームだったけど、クリスチャンとして育ったで。その人は電動車になって、世界中マリオンだった。だから、これって言ういう天だと思ったんですけどちょ、ちょっとちゃうかもしれません。で,ね、で、マるよンだった。ただ、絶対行かない国があった。ドイツです。ドイツだけは行かなかった。決して。行けなかった。いっぱい正代は来るけど、 ドイツはもう見るのにフーフーフーってこうやって、まあ、そ世界中回ったけどドイツは行かなかった決して行かなかったところある時フいって見たらいつもポイティブにフッと行った時に何かこう目に留まって神様ちょ,ちょっと待てって言われたのえっって見たらドイツだったの開けなさいって言うか開けたん翔平だったんドイツだからやめようと思った神様行きなさいって言ったんですよえっってドイツですよって言ってそうだよって行きなさいってドイツに行くんですかってえっってドイツが行くんですかって あなたってね,ね面白くないですかね <laughs> あのめいちゃんのお母さんはいつも笑ってくれたんですけどね, <laughs> ねでね,ねそしたらですねここでなかったのその人はねか女の人の,子の子、ね、彼女はね分かりましたって「彼氏が言うなら行きます」って言ったんですよ、ね、そしたらねものすごいきつかったそうですけどね,そしてねあの これね2000人ぐらい立って,てましたね、立った最初はやっぱりね、私はあなた方が憎いっていうか、そんな話しちゃってみたいですけどね、話していくうちに本当にとかされて、みんなもよくてね、もうなんか本当に感動してね、拍手が終わら涙がずに、たくさんの人が涙を流してよかった。で、飽きてよかったと思ったときに、一人の老,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 老人が、年を取った男性が後ろの方から、 前に向かってそのセンターの通りを、ね、握手しようと思って近づいてきたのその人を見た瞬間年を取っても分かるんですねやっぱりね面影が残ってるからあの幼き時に見た家族を殺した人だったんですよ体が凍りついたもう体が凍りついたんですそしてね,ねなんか周りが全部止まるんですよそういう時ってね体が凍りついて周りが全部止まったでも,も立ちつくんだんですそしたらどんどん近づいてくるんですね その時精霊の声が聞えたんですさああなたの手を差し出しなさいって彼女は暴うとしたんだけどその手を聖霊の言われるまめに差し伸ましたそしたらその手を伸ばした瞬間相手の人がギュッと握りしめた瞬間に聖霊が、まあ、いわゆる頭の際からつま先まで行きますけどドドーッとそがえたんですその瞬間許せた どどーっと涙が溢れてきて、これはね、体験して時にわかる。許すどころじゃない。その、その人に対して、あものすごい愛しい愛が溢れてきた。これが聖霊の技なんです。体験したことありますかしたことのない人、神はあなたにも刺したいと願っている。許すことを学ばないで、十字架の愛なんて語れない。許すことを知らないで、愛するなんて言わないでほしい。 許せないんですでもそれを神様は許しからを下さるんです神の言葉に従う時にこの人は積極的に従ったんじゃない言われたからドイツに行ったこうか祝福しくなっよかったと思ったら一番許せない人がやってきたもう体が壊れててすべての時間が止まったんだけど聖者が言ったの手を伸ばしなさいって手を伸ばしたら相手が手を掴んだ瞬間自分から説教すわけじゃない伸ばしただけだそしたら掴んだ瞬間聖治が望んできて許すだけでもその人は本当に許,許せたったんですね愛おしくなって。 抱き締めれたんですよねそれから彼女は何度もドイツに行きました彼女を通してたくさんのドイツ人が救われました神に立ち返りました神の働きが大きく広がったんですあのねこの許しっていうのはすごく重要なんですどうしようかって十字架の力を解き放つからそして祈りが応えられるから抽象的な祈りをしないでください 具体的に私は子供が求めるときに子供がこうしてほしいああしてほしいって方が分かりやすいんですお父さんがいいと思うのでいいよなんてかっこいいこと言われるとかっこよく見えて実は困るのです今でも覚えても小学校4年生の時に父に私は当時ナショナルと言いましたけどまた自電機が出したピカ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 って光る当時にしたらすごい高いスポーツの。 自転車を買ってもらったよ今でも忘れませんよね、これ欲しいって言ったらね、それを買ってくれたんですよね、嬉しかったですね、もちろん大人になってそうじゃなくて、もうね、逆にこっちが当たる側になるでしょうし、でも、そこを通過しないでね、そこを通過したときに、本当に愛が具体化するんですね、そして成長していくんですね、でまあ、それが求めです、そして今度はそこから今度は受けたという信仰になるにはこう、見心を確信するってことなんですけど、その見心を確信する抱えっていうのは、 許すことを学ぶときに開かれてくる。で今日はね、この24と25上って言われたんですよ。受けたという信仰をお互い用いていきましょう。ですから、求めることはとっても大事なんですよ。求めることはすごく大事で、どんどん求めてください。でもその求めとともに受けたって信で受けたって信仰は何でもいいから受けたって言うよということじゃなくて、受けたっていうことでうためには言葉を受けること、確信を受けること、そのためには、 そういうい神との交わりが人なんですあこれは語ってこれあ、神様ありがとうって美紀さんなら虹を見た時にそれを思えたパルクさん治直すって言われてあるこれではっきりここ確証を持ってたみんなあると思うそ,のそこなんですよねでそのねあのー、なんだっけ小村君なら小村君の方はね知りなかったですけどその先生の方は祈って「あ大丈夫治ってるからあ届いてごらん」って言われてえー、っと思ってね小村君は不信号ですよね。あの これま,たまたまかなきゃいけない大変なのにとか思いながらやったけど治っちゃってた信じたからですよ、受けたと。周りの人の不信感を責めないで、あなたが神から交わって言葉を受ければ、受けたと信じたらそうなるんです、神から言葉が来てたなら。すぐなる場合と時間がかかる場合がある、時間がかかる場合は試しがある、でもその時に繰り返し神のところに帰って、あ、そうだ、言葉を受けた、そうだって確認ができますから、そこに立てばいいのです。 でそれが、ね、引っかかり出したときはね、うまく回らないときはね、許してないことがある場合、ね、許すってことがすごく大事なんです。これをどうぞ、ね、あの覚えててほしいというふうに思いますで。自分ではできないから繰り返しますよ。まず悔い改ためて、許しを宣言して、神にその、ね声で、口だけでもいいからまず宣言して、で悔い改ためる。そして感情的にも全部許せるようにお願いしますって求めればいい。感情を許せさせない。宣言して、そこに立ってそれは、それもできない人は、 宣言なもできませんって言うけどね、神にすがってください、助けてくださいって、それこそ。そしたら神様はねこの、この人みたいにドイツに行きなさいってね、もう彼は、この彼女はそのドイツにもう見もしなかった、ドイツの将兵は。ある時、シュッとセーラー止めたんそれで、とにかく見させて、えー、って言ったけど、行けって言われて行ったん。そしたら、一番許せない人がやってきたん手を伸ばしから手を伸ばしたん神様は愛ですよ、まさに。あなたはその主の言葉に応答していくと、 聖霊が働かれるんです。これをね、どうぞ覚えてほしいというふうに思います。白馬キャンプがありますけど、期待を持って喜んでいく人は受けます。ある方はあのね、あんま期待がないというと語弊があるけど、あんまり行きたくないかもしれませんが、中にはね、それでも神が行きなさいって言って行く人は神が用意しているものがあります。それを受け取ってね、それを拒否しないように。 それを拒否したら神のものを失います神のものもを失うのは1億円10億円を失うより大きな損失です、ね、である方はとどまりなさいと言われてるから行きたいけどとどまるんです祝福されますある方は自分のご都合で行きなさいと言われているけどとどまっているんですそれでも祝福を受けますが行った時に受ける祝福は受けませんにでは言いませんがちょっと促しがあるからはっきり言っておきます ですか神にとどまりなさいって言われて止まったらいいんです堂々と胸張ってでも神に行きなさいって言われてるのに自分のご都合でとどまる方は呪われませんよ祝福されますよでも行った時に神が用意しているものは見れません当たり前ですねで自分の蚊で行く人も本当はとどまりと言われているのに行く人も祝福されますよでもとどまった時に神が用意したものは見れませんわかりますかねみんなね 何したかよ人は見るけどそうじゃない本当にあなたが神と交わって神の御心を確認する確信持ってとどまるから確信持って行くかです私は祝福されます神が引っ張り出してるからだから祝福されますわかりますそうなんですよ大変なことは御心なんです御心に切る御心を受け取る 神の御心を恋したってますか本当に神様を恋したっているなら神の御心を恋したんです。自分の願いの成就は求めるのは子供です。構いません。でも本当に成長してきたなら今度はこの方の願ってることそれが一番だと分かってくるそれを本気で求めるかなんです。それは最初は自分の肉には痛い,いでしょう自分の肉では理解できないでしょう自分の肉では受け取れないでしょうでもやっぱりそれが御心だと分かったら。 肉じゃなくて、精霊に自分を委ねて応答すると、神様が肉なんか殺してくれて、精霊の喜びで満たしてくれて、全く変えてくれるんです。このポーランド人が、まあ、これ、天文かどうかわからないけど、彼女は、肉はドイツなんか行きたくなかった、自分を殺したあの人を許したくなんかなかった、でも、精霊は許してほしかった、許した時、一番嬉しかったのは本人です。 そして彼女の働きが広がって、たくさんの祝福をその後受けたんです。神はあなたを祝福したくてたまらない。もっ,もっと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 祝福したい。天のもので祝福したい。あなたが本当に神を求め、神の御心を求めるなら、その御心を求めて聞いてください。そして御心が固いた、それを受けたと信じてそこに立って応答するんです。するとね、 自分でどうしてもできなかったことを神はしてくださる。越えれなかった壁を越えさせてくださる。どんな分厚い晩願も突き破ってくださる。神様が。神に不可能なんてないんです。この山を動かすって書いてあるのはね、現代役にはね、えー、不可能なことをもう神様はなしてくださいます。そういう書くこと書いてあった。その通りですよ。山なんて動かないんですよ。でも動くんです。神様がなされれば。 人の証じゃなくてあなたの人生にそれを体験してほしい神は人ではなくてあなたにそれを体験してもらいたいとなっている神に根こひきなんかないどうぞねそれを覚えてほしい受けたっていう信仰これ見心を聞き見心を捉えたら始まるそしてそれを妨げるのは許せない心な神様の助けをいただいて神を求めて許してそして見心の中に行きましょう 恐ろしいほどの奇跡がこれからお互いのね中に始まってくるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います天皇様御言葉をありがとうございますあなたは生きておられる神様で本当に私たちに奇跡と見渡してくださることをありがとうございますお祈りしたいと思います罪があいと言い訳りますのでまず悔いてもしたいと思います 私は何をしてほしいのですかとわりました。あなたの願いと求めをしにも主のおっしゃってください。天のお父様、一人一人が持っている願い、叫びに応えて、一人一人にあなたは身とを伸ばし、癒しを与え、解放を与え、勝利と解決を与えてください。イエス・キリストのによって心と体を癒されよ癒されなさい。喉の痛みを消えてなくなれ。私の目にあなたは後悔でたっとい。 私はあなたを愛しているこの言葉を受け取り告白し続けなさい鏡に向かって宣言しなさい騙されてはいけません偽りの声にあなたが従うならその偽りの声があなたを縛ります私の目にはあなたは心へたっとり私はあなたを愛しているこの言葉が私があなたに与える言葉ですその言葉を一日何度も何度も告白し自分に向かって宣言しなさい私はあなたを解放する そして私の愛があなたに満たすとき、私は持っているあなたにたす計画が始まるとしられます。ススススエス様ありがとうございます。一人一人の体と心に触れ、癒しと解放を与えてください。エス様や心と,と体を、癒や、れよ感謝します。ありがとうございます。エス様のお名前によってお願いいたします。アーメンどうぞお立ちください。はれルを賛美します。 ハレルルヤハレ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 ルーヤ仰ぎ恋願くば主イエスキリストの恵み、知なる神の愛、聖の親しき魔じゃりが私たち一人一人と共に。 一同とともに今も後もとご山でも豊かに限りなくありますようにアーメンどうぞお世話くださいお知らせをお願いいたします